一般人です、これね、取っ手がね、追っかけるんだよね。こう何気なくこう上げようとしたらパキッとか言ってね、簡単に追っかけた。しかもこれね、結構手で折れるんですよね。結構年式がだんだんね、経ってくるとこのね、プラスチックがね、劣化してくるようで簡単に折れます。ちょっとね、折ってみましょう。じゃあね、ちょっとね、これ取っ手、さっきの取っ手なんですよね。多分ね、これで追っかけたんだよ。指でこんな簡単に追っかけます。なんでね、皆さんもね、これ劣化してきたら早めにね、交換した方がいい、ね、危ないから。結構ね、いろんな車種でプラスチックのこの取っ手がね、折れるっていう事案がね、発生してます。やっぱね、取っ手ちゃんと作った方がいいね、折れないやつで。それでは皆さんもね、取っ手が折れたら交換しましょう、早めにね。バイバイ。ちなみにね、これ新しい取っ手です。これはね、やっぱ追っかけない、ね、全然。やっぱ強度がね、どんどん弱くなっていくんだね。また会いましょう。バイバイ。